皆さまこんにちは韓中国です在中国アメリカ商工会議所は11日在中国アメリカ企業2021年版白書を発表しました同報告書の中で中国共産党政権が国内企業と外資系企業の待遇を平等に扱うという政策を発表したにもかかわらず外資系企業は国内で目に見えない不正を受け続け繰り返し 抑圧の対象となっていることを指摘しました同報告書は中共政権が外資系企業と国内企業の平等な扱いを約束する立法を導入したと公言しているが実施されずに不平等に満ちていると言及しました在中国アメリカ商工会議所のグレッグ・ギリガン会頭は米中関係が悪化した際に アメリカ企業は、中共が約束した外資系企業の平等な扱いに関する規制が機能せず、外資系企業の投資プロジェクトの承認や市場の参入許可に悪影響を及ぼすことが分かったと述べました。同報告書は、中共政権は、アメリカ製またはその他の外国製の製品サービスを同等の国内製造製品・サービスで代替するような、 暗黙ののの未発表のままたたは内部的なガイダンスの使用を放棄すべきであると強調しました在中国アメリカ商工会議所は約900社のアメリカ企業を代表する非営利団体であり中国で経営する約4000人のアメリカ企業関係者がメンバーとなっています在中国アメリカ商工会議所が3月に発表した調査結果によると 調査対象となった企業の78%が米中の緊張関係を中国でのビジネス展開の課題と見なしているといいますご視聴いただきありがとうございましたよろしければ高評価とチャンネル登録をお願いいたします